はい、どうもはい、楽しみ週ご飯の時間ですよ。今日はですね、こちらでございます。お久しぶりの、おいしさ、軽い。はぁ、やっぱ軽い。全然違う。米とキャベツは全然違う。納豆キャベツでございます。お久しぶりの納豆キャベツ、納豆、シーチキン。今日ツナと言っても本当にシーチキンです。で、コウくん。で、卵焼き。天才味付け卵焼き。以上でございます。いただきます。そうです。その前に、こちらいただき。当たり、月のいただき。もう当たったって人ね、コメントいただきました。すごい、外れです。外れです。木島は外れです。いいよな。当たる人には当たるんだな。当たるんだな。木島は当たんないんだ。木島は当たらないんだな。木島さんの人生、外ればっかりですね。いい、乾杯乾杯乾杯。はあ、絶好調です。いただきます。前の先生もすでにここに登場されてますけれども、こんだけで終わるってわけじゃないです。もちろんそれはそうです。こんだけしか残ってないのがあったから全部入れてあります。今日オープンします。あー、いいねいいねいいね。今日の卵焼きもそうだ。わかんないね。うん。うん。最高。最高。これはいいわ。こう納豆キャベツの納豆が入る前からもういいからね。もう入る前からもう成功してますからね。これ前田先生もう一回いきます。見てくださいよ、この美しい、ほら、おー危ない、ほら、あだすあだす。下にキャベツがあるんですからね。納豆キャベツですから。そりゃこうなりますよ。そりゃこうなる。ツナも混ざるわけですから、今。今まさにですから。キューッとお腹が。あー、これキャベツもうちょっと欲しかったかな。もうちょっと欲しかったかな、キャベツ。これちょっと納豆比率が高く贅沢すぎるな。まだ納豆混ぜてないですよ。まずツナだけでいくんですよ、こうやって。ツナだけで。うん、今日本当に新鮮だ。ああ、シーチキンってまたいい名前つけたよな。ハゴロムフーズさんですか。うわ、今のところ美味しい。これ今のところまた、うん、海鶏肉だよ、海鶏肉。
マグロでしょ、つってもマグロっつって言うよりもチキンって言った方が それ当たり前か。し、海マグロっつって当たり普通だもんね。それ当たり前だもんね。そしたら当たり前になっちゃうからか。いやでも俺すごい、だって今ツナ缶、他のあの会社メーカーのツナ缶でも間違ってシーチキンで言ったりするでしょ。もう世の中でそれが広がりすぎて、あのこうやって散髪機、髪刈り機のあれが確かバリーカントリー社、バリーカントリー社かカントリー社か忘れたけど、いう名前のあれが最初に入ってきたもんだから、もうみんなバリカンバリカンっつって、もうそれがバリカンになったみたいな、確かそうだったはずですよ。バリーカントリー社の髪刈り機、髪を刈る機械、それでバリカンになったっていうことだったはずですよ、確かね、確かですよ。やっぱ最初のね、最初にやった、最初に始めたとか、それパイオニアというか、やっぱね違うんだな、影響力というか力が、やっぱり後発の方が大変よ、先発の方が有利ですよ、そういった意味では、そういった意味ではですよ。どの会社、どの業界も先発後発どちらも苦労はあると思いますけど、あって当たり前、くっついてきた、あだすあだすです、もうここであれです。混ざり始めるわけです。こっちちょっと、ああ、キュンキュンいってる。そういえばバレンタインデーも過ぎましたね、とっくに。とっくに過ぎたね、バレンタインデー、ホワイトデーもとっくに過ぎたね。忘れてたよ、急に思い出したよ、急に。バ、バ、バレンタインがやってくる、ボ、ボ、僕にも、知ってます、僕には来ないっつって、知ってます、誰からも来ないって歌、知ってます、来ない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 だったかな、懐かしいな、懐かしい、ちょっと納得いこう。うんうん、さあお願いします。こっからが本当の納豆キャベツです。
今なんでなバレンタイン思い出したんだろうな。先発後発誰でも大変、どの業界も、車の業界トヨタとかそういうのを思い出してというか頭に浮かんで、コカ・コーラ、コーラ系が頭に浮かんで、初左動画上で、え、なんだっけ、チョコレートが浮かんだわけじゃないんだよな、なんでだっけな、なんでか忘れたわ、なんでだろう、もうほんとこうなってくんだよ、年のせい、年のせいだと思いたい、年のせいだけだと思いたい。いや、そうでしょ、まあ、じゃあいろんなこといろいろ考えてるからかな、考えてるっていうか、こう考えてるわけじゃないんだよね、浮かんでは消えとかね、そういうのがあるもんで、こう動画でね、納豆は控えた方がいいっていう方もたくさんいらっしゃるんですけど、好きなんだよ、弁当にまでして持ってたからね。これだな、もっと流行ってもいいよ、もっと、それこそこのマツコの知らない世界まだやってますか、ああいう番組で納豆キャベツの世界とかやってもいいぐらいだよ、これあのワイドショーで納豆キャベツの、納豆キャベツの特集、何のためにって何の理由でやるか分かんないけど、それぐらいこれいいよ、年中いいけど特に夏は納豆キャベツ一緒の話、ほんとの話、ぜひやっていただきたいな、冷やしラーメンもやろう今年も、もう今頭の中にバレンタインデーの思い出とかがたくさん蘇ってきたよ、電車の中のこととかこの間のいろんなのが浮かんできてね、今日は話しません、どれも話しませんよ、どれも話しませんよ、
楽しんでますよ。あ、無地と里芋とこのシーチキンツナを炒めたやつも食べたいな。久しぶりにな、作らんとな、あれも。しちゃった。キジマハルキ独身、今年で39歳、今日も幸せです。納豆キャベツ、まあ、いろんな天才味ですけど、卵焼き、コウクンとかね、シチキンとかいろいろ入った納豆キャベツ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。おい、ガンボワチャード。